こんばんは、平井弘明です。今回はですね、ゴルフの理論は結構知ってるんですけど、いろんな理論が頭の中に入ってきて、始めた時はこっち言われたんだけども、最近逆側、こっち側を言われてるとかですね。とにかくゴルフの理論ってどんなことでも二通りあることっていうのはすごく多いんです。両方正解なんですね。その正解というのはご自身の体の動きだったり使い方に対して合ってる方がもちろん正解なんですけども、それを見つけていただいた方がいいんです。その見つけ方というのは、まずは自分の体の動き、腕の使い方、クラブの使い方を知ることがまず大事ですね。そうするとその理論自体が自分に合ってるかどうかっていうのが判断しやすくなってくるんです。で、今日はですね、例えば体重移動した方がいいの、体重移動しない方がいいのって、これだけでも2つあると思うんですよ。で、トッププロも両方いるんですよ。なのでどっちが合う合わない、あとはその一つ一つの解説をしていきたいと思いますが、例として4つちょっと説明させていただきます。平井弘明のワンナップゴルフ。まず一つ目、インパクト周辺でですね、クラブをホールドしたまんま、要はためですよね、溜めてグーって下ろしてきた方がいいのか、クラブヘッドを落としてこういう風にリリースしてこうやって打ってきた方がいいのか、両方理論としてあるんですよ。で、もちろんこれも両方トッププロがいます。なんでこの全2通りの理論っていうのはいい悪いではもちろんないんですね。ホールドした時とリリースした時と何が違うかっていうと、球の強さが明らかに違うんですよ。どう違うかっていうと、ホールドするとボールを上から潰す動作が強くなる、そのハンドファーストに当たる率がすごく上がるので球が上から潰れます。そうすると球っていうのは低く出やすくなります。例えば向かい風の時とか、ボールをファーストバウンド目に前にスキップさせたい時とか、例えば林の中から低い球で出したいとかってあると思うんですけど、そういう時にインパクトで溜めを作って、溜めをほどかないでインパクトまでクラブを届かせてあげることが大事になってくるんですけど、あとはその普段からボールを抑え込みたいんで、その普通に打つ時も溜めたまんまほどかないでボールに当ててますよ、コンタクトしてますよっていう打ち方の方も結構いるんで、そういうのがいいなとかですね、やってみたいなと思うんであれば、そういう打ち方をやり方なり勉強して打っていただいた方がいいと思いますね。あとはリリースする方、クラブをボールにこうやって落としていく方なんかは、球質的にはすごく安定した球質が多いです。あと球が上がりやすい、捕まりやすいっていう利点あるんですよね。で、難点としてはもちろん球が上がる滞空時間が長いので、悪天候、例えば風が強い時なんかは風に煽られてしまったり、あんまデメリットっていうのは見つからないんですけど、ゴルフ始めたて初心者の方や、どういう打ち方していいか分かんない時なんかは、もうとにかくあんまり無理にホールドせずにクラブをポンって前に出してあげる感じでリリースしてあげた方が優しいかなと僕は思います。ただ溜めちゃう方とかリリースする方って、もう自然と打った時にどっちか出る方って多いので、それは無意識の時に動画を撮ってインパクト周辺を見てみると分かりやすいかもしれないですね。次にドローフェードっていうのも2通りありますよね。で、習った時に例えばドロー打ちなさい、そうフェード打ちなさいって言われるレッスンって少ないとは思うんですよ。ほとんどのレッスンってストレートボールを基準に教えてるレッスンっていうのが多いです。でも僕はナチュラルドローなんですよ。黙って打ったらドローが出る。だからもちろんドローを打ちに行ってはないんですよ。でもストレートボールを打とうとした時の方が違和感が出るんですね。自然とフェードが出るんだったらフェードを打った方が絶対いいんですよ。で、自然と打ってドローが出るんだったらドローを打った方がいい、ストレートが出るんだったらもちろんストレートを打った方がいいんですけど、どっちかを覚えなきゃいけないっていうのはやっぱ良くないので、もちろん打てるんだったら両方打てた方がいいです。ドローだからダメ、フェードだからダメっていうことはないので、それを自分の持ち球としてどっちを打つかっていうのが自然と打てたらやっぱり強いですよね。コースではすごく有効になるので、そこは練習場で無意識に例えば7番アイアンとか8番アイアンで10球軽くポン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 って連続的に打ってみると、どっちの球が多かったかっていうのは分かりやすいと思いますね。それはちょっとやっていただきたいポイントになります。あと3つ目、コック、ノーコック。そうなんです。これもコックした方がいいんですか、ノーコックの方がいいんですかとかって言うんですけども、状況によるんですよ。例えばバンカーショットだったら距離を出さない、手前めに打ちたいんだったらコックした方がいいですけど、例えば距離の出したいバンカーショットなんかはコックをしない方がいいんですよ。ノーコックの方がいい。なのでこれもどっち正解ってないんですよ。その状況によって使い分けることができればもちろんいいですよね。普通のショット、バンカーじゃなくて普通のアイアンショットとかドライバーショットでノ
両国と国交するのとどっちがいいかっていうのは難しいんですけど、ポイントを変えるとどっちが曲がらないのって言ったら農国の方が曲がらないと思いますよ。でどっちが飛ぶのって言ったら国交する方が飛ぶと思いますよ。なんでもちろんこれもどっち取るかなんですよ。でこれもまた二択ですよね。例えば飛距離を取るか方向性を取るかっていうのもやっぱジャッジなので、理想はやっぱ五分五分でもちろん自分のものにできるのはいいんですけど、やっぱり2つ同時にっていうのは難しいんで、やっぱどっちかに照準を合わせた方がやりやすいと思うんですよ。スイングしやすいので、両方一気にじゃなくて、このホールはじゃあこっちとか、このホールはちょっとコントロールしてみようとかっていう風に自分で決めて打っていただくと、すごく自分も動きやすくなってくると思うんですね。自分のやりたいことが決まってないとなかなか体も動きづらいので、そこは打つ前に決めていただきたいポイントになりますね。あとは最初言ってた体重移動、一軸二軸。一軸というのはアドレスした状態から真ん中軸でくるくるっと回る。二軸っていうのは1、2、こことここに軸が移動するんですよね。こうやってこういう体重移動しながらリズムを取って打つ打ち方、これも両方正解だし不正解はないので、体を揺さぶった方がクラブが触れてタイミング取りやすいのか、それともじっとしてて真ん中でこうパンってくるっと回って打った方がタイミング取りやすいのかっていうのは、それはもちろん本当に打ってみた方がいいですよ。なのでできればこの今4つ言ってきましたけども、誰かに習う前に自分一人で練習に行った時に試すのがやっぱ一番いいんですよ。ゴルフはこうだからって言われちゃうと、それが基本なんだって思いますよね。そうなってくると、本当は自分はこう動きたかったんだろうなっていうことができなくなったりするんですよ。そうすると本来の自分のショットっていうのが分からずして、ゴルフをずっと続けちゃうと 100% のパフォーマンスってなかなかできないですよね。なんでやっぱり自分の本当の動きたい動きを知っていただくことはすごく大事になってくると思います。今回の内容っていうのは、そのゴルフの理論ってもうほとんど表もあれば裏もあるっていう状態で、ドローフェードじゃないですけど、絶対2通りの理論があるっていう風にほとんどの理論に対して思っていただいた方がいいです。でそれは教える方もそうなんですよ。教える方がこっちの理論で、教わる方がこっちの理論だったら、もちろん意見として喧嘩する時もあると思うんですよ。だからそれはそれで間違ったことは言ってないし、間違った理解もしてないと思うんですよ。なんで自分に合う合わないっていうのはそういうところでも出てきちゃう。ただ単純な話、全てゴルフの理論で今言ってるんで、ボールを打つ動作っていうことは全て一緒なんですよ。共通してる一つしかないんです。インパクトの自分の打ちたいタイミングのところにクラブヘッドがボールにもちろん戻ってきてないと、ボールっていうのはまっすぐ自分の打ちたい球が打てないっていうことは絶対共通することなんですよ。それはもう一つしかないので、それ以前の動きですよね。その動きに対してはいろんな理論があったりとか逆説があったりとかってしますけども、インパクトには必ず一つの理論しか当てはまらない。そう、例えばインパクトはここですよって言った時にクラブがここだったらまだインパクトしてないですよね。これはおかしいんですよ。そう、インパクトですよって言ったら、このフェースが絶対にもちろんこうやってボールのところに戻ってきてるのがインパクトじゃないですか。だからそういう風なボールを打つことに対しては一つの理論として覚えておいていただいた方がいいですね。だから両方合ってるというか間違いじゃないんですよ。もちろん違うレッスン行くと、いや向こうではこう言われて今回こう言われたっていうのももちろん出るんですよ。それは先ほど言ったように違う理論を持ってる方なので、それはそれでいろんな理論を取り入れてやることももちろんいいですし、いや俺はこれだ私はこれだって言って一つの理論を集中的にずっとやり続けることもいいことだなと思うので、それはいろいろ試していただくか、自分の一つのやりたいことに集中してやって継続していった方がいいかもしれないですね。俺はドローとかフェードとか、コップするしないとか、リリースするホールドするって、プロは使い分けるじゃない。プロは使い分けるね。どっちもできるけど、あんまの人は多分そこまでできないんだから、どっちかでいいわけ。もともとの自分の動きやすい方でやってた方がいいってことなの。そうだね。例えばリリースホールドって言ったらリリースの方が優しいわけよ、難易度はね。でドローフェードって言ったらフェードの方が優しいわけよ。あ、そうなの。そうで、コックノーコックって言ったらノーコックの方が優しいわけよ。そうなの。そう、一軸二軸って言ったら一軸の方が優しい。そう、だからどっちが優しいのを決めてくださいって言うんだったら今の感じ。 あるのはあるんだね。どっちの。ある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 。そうだ、一番簡単なのは曲線なしのこれが一番簡単なの。そうそうそう。
濃コック、イチジク、普通に言ったらスライス出るから、うん、そもそもコックしてないからリリースもホールドもしてないわけじゃん。そう、だからこれが一番優しいわ。だから2つ折りあるけど、どっちが優しいのって言ったらっていうのはあるわけ、うん、けどあるけど自分の聞きやすい方でいい、うん、それが仮に全部難しい方だったとしても、そっちが自分が動きたい動きなんだから、うん、それでもそうだね。ただマッチングっていい、うん、とホールドとドローはミスマッチ。あ、そういうことか。そう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 。じゃあ大体その体の使い方として、うん、例えばドローが出る人だったらこっちって決まってくるわけだ、ね、うん、うん、多分ねドロー出る人はねリリースしてる、あ、してる、ね、人が多い。あ、なるほどね、うん、そのまあ組み合わせは大体決まってくる。そうだ、うん、そう1個決まると、うん、もうババババババって決まってくるってことは、ドロータイプの方が難しくなりがちなんだ。なんかの動画で言ったけど、家撮りかなんかで、要はハンドスペックのドローヒッターが一番難しいよって話した。それ例えば俺が今 5S の 9.5 度の45インチのドライブ使ってるけど、例えば 8X の7度の44インチとかのドライバーでドロー打てって言ったらほぼ不可能よね。だけどスライス打てって言ったら簡単なの。あ、そうなんだ。そうだからね、どっちが俺はドローヒッターだよっていう意見を抜きにしたら、誰でもそうだけど多分スライスが一番簡単なの。あ、そう。そうだから、よく置きに行くとかいう時にカット目でフェードを打ったりとか、あと単純にドローは置きに行けないから。そう、振らないといけない、振らないといけないから。そうね、トール君知ってるでしょ、ドローは振らなきゃいけないってなかなか出てこないですよ。そう、トール君結構知ってんですよ理論。そうやんないのに。そうそう、だからそうマッチングもあるの。なるほどね。そうだからスピン効かしたいのにホールドしまくるとか、それはもうスピンかかんないから。なるほどね。そうことか。そうだからこれも話がまたぐるっと回ってきちゃって、自分のやりたいことが分かってるとピックアップしやすい。必要なものだけこうピックアップするから。あ、そうなの、ね、そう深いんだね実はね、これ。そうね、理論は二通りあるよってさらっと言ってるけど、うん、そうまあまあピックアップが大変、読まないといけないと。そう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 、だから良さそうだからっつって持ってきちゃうと大変なことになる。自分のその体の使い方を知りつつ、うん、その相性も、うん、選んでいかないとダメなの。そう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 、逆のことを選んじゃったらダメなの。そう、ミスマッチってあるから、そういうことってある。やっぱゴルフって多いし、だからシンプルが一番っていうことなんだけどね。だからどれが一番シンプルかって言ったら、自分に合うのが一番シンプルって感じるんだよね。もしかしたら逆のことをやったら、あ、すげえ良くなったって感じるかもしれない。そうなの。例えばアプローチは絶対にこうやって打ってくださいねって言われ続けた人が本当はこういう動きする人だったら、もう大変よ。ずーっとアプローチ上手くなんないまま終わっちゃうから。なんかおかしいなみたいな。そう、アプローチだけダメなんだよってなっちゃうのよ。ほんでそれ変えただけで全然変わるから。もう本当にこうこうやってアプローチって打ってくださいとずーっと言われちゃってたら大変。でもその人は本能ではこうやって打ちたいかもしれないのよ。そう、リリースして。そうだ、これ多分俺だったらアプローチ終わってたと思う。そう、俺はこうやってリリースめっちゃくちゃするから、だからフォローで右手の甲が下向くようなフォローを取るから、それホールドしたら大変よね。だからどっちが正しいよって言われちゃうレッスンだと怖い。どっちも正しいんだよ。どっちも正しい。その人がどっちかって話なだけ。そう、だからインストラクターと生徒さんが初めましてだったら、両方やりましょうよ、やってみましょうよ、打ちやすい方っていう方がやっぱいい。それがいい先生だ。いい先生だな。それまでにも素振りだったりフルショットだったりアプローチだったりいろいろスイング見てる中で、その人の特徴を一球でも早く掴めるインストラクターがいい先生。がいい先生。うん、やっぱ見抜く力ってめちゃくちゃ大事だから、そこってすげえ大事だよね。いい動画ですじゃあこれは。ありがとうございます。今いい動画って言ってもらいましたけども、本当に見ていただいてちょっとでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方とグッドボタンですね、ぜひよろしくお願いいたします。で今回はですね、2パターンありますよ理論はっていうことについて動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。